おはようございます。国尾です。えっ、ー、と、今日は2月15日、えー、早朝でございますね。えっ、ー、と、この後、福岡、向かいまして、明日は大阪に行きますね。で、今日はその2月、明日で16日の、えー、と大阪で行われる大阪マクロスナイトについて、えー、少しご案内、そしてどんなパーティーなのかみたいな、あ同じか、お届けしたいと思います。ね。 えーとマクロスナイトといっても、おそらこれ、昼間から、えー、開催でございます。十三時から二十時、そしてその後も二次会もあるという。ロングランなーパーティーになりますね。まあ、マクロス。えー、皆さん、ね、年齢、時代によって様々。どういう風な作品、どういう風な意味合いがあるか、というのは違うと思いますね。 じゃあまず今日はこれ国尾チャンネルなのでえと今日はそのひもとく1ページ目という形で「超軸要塞マクロス」こういう作品がございますねそちらのお話から一応始めておきますよ、ね、私最初子どもの頃だねえっと1975年生まれですから昭和50年生まれですね子どもの頃よく言う話なんですけれども ガンダムのプラモデルというのがもういきなりガンダムの話があってなるかもしれませんけど、うん、聞いておいてガンダムのプラモデルが買えない買えなかったんですよこれ、えー、まあすげえ裕福だったとかないけど家庭事情による話じゃなくて物理的に売り切れてて買えないってやつね。で、これは ああ僕らの時代っていうのはいろんなブームが段階の世代ジュニアというのがあってね僕はそこより少し下なんです一番人口の多いのが1972年ぐらいになるのかなね72年3年ぐらいすごく多かったような気がしてますよ、うん、昭和で言うと47年48年ぐらいでこの熱い層が動くともう我々というのはねこの鬼様方 にかなわないんですね今振り返ればまあ賢さもそうだしオタク的なものというのはね、えー、と近所にうちの近所に小川君っていうお兄さんがいたんですけど彼の家とか行くとものすごいのよ、まあ、今でいうライトノベルの原型まあライトノベルっていういなんその軽い小,小説ってわけじゃないけどっていう言い方がそのオタクっぽいワードになる前のものだよね。 ローードスト戦記ウ,ウィザーードリーとかもあったねなんかウ,ルティマウルティマとか懐かしいね。パソコンとかでなんていうかーゲームやられたりするのの全身のような、ね、ものがたくさんそこに詰まっていて、まあ、僕は子どもの頃お兄さんがいなかったからその3軒隣ぐらいの小川君というところの家で、えーね、ボトムスもそうだったけどねいろいいものを見させてもらったような気がしてますよ。 あとよくおネクラな人だったんだけど心をなん言うかな心を打ち解けてくれたらすごく案内してくれる真剣に向き合ってくれるそんなあ人に巡り合えた子どもの頃ねやっぱ環境が才能ですよね、えー、子どもの頃は特に環境を自分でいじることがなかなか難しいもの難しい時代だった気がします。 まなのでそういう近所のお兄さんを見つけれることができ、えー、ガンダムのプラモデルというところではなく、まあ、物理的に変えなかったんだから他にで応用できるようなあ幼少期ということですかね過ごしておりましたでそんな中で、えー、マクロスどうして入ったんだとこれは物理的にねあの子供ってアニメさ戦闘シーンが好きなんですよね まあ極論言っちゃうと戦闘シーン以外全部もう上の空です、ね。戦って、ロボットが戦ってくれないとどうしようもねえだろうと。そんなことないんだけど、あんま子供ってそんなも,んですものすごく残酷です、ね。だって昆虫捕まえて、カゴの中に入れて、シャーみたいになってるわけでしょ。もう昆虫側からしたらむちゃくちゃだからね。それで別になんつうか取ったら取ったで特に関心なかったり。 カブトウムシクワガタぐらいみたいなもうセミなんかすぐ逃がしてやるよって、まあ、話ずれました <laughs> えとそんなような気持ちになって、えー、あ気持ちになってんじゃないやあのそんなような、えー、と幼少期の中、えー、そしてマクロスですね思い返せば振り返ればですよ、まあ、松田聖子中森明菜みたいなねこの歌手アイドルと何、まあ、て言うんですか時代を代表するような歌手に えー、時代、まあ、時代うるせえな俺、えー、と世の中がある中に飯島真理さんねえ臨、ー、民明役ということで、えー、歌を届けてくれるわけですよこの歌を届けてくれる何々役みたいなのがねマクロスの30年以上もう40年近い歴史の中でとても重要な、えー、とワードになりますね、まあ、飯島さんの声ですよもうこれは初期の オリジナルアルバムとかも素晴らしいですけど全然当時の一流の歌手と並べて引けを取らない不思議な気持ちでした、えー、とさっき言った戦闘シーンばかりを見て喜んでいる子供喜んでいるか戦闘シーン街の子供でそこに、えー、歌の世界でこれ本当にそうなんですよね今もよくそれでデカルチャーみたいなこと言って、ね、最新作これも,これも ね、ありますけど「ワリキューレ」とかでも同じなんですけどその歌で戦争とか「どうでもよくね」みたいにしていくこれがずっとまあ継承されてるのは間違いないですね。でその最初がやっぱり僕はすごく重要だと思ってて飯島真理さんがあの声の艶でそしてちょっと奥ゆかしく80年代のまあオタク心に刺さる。 ちょううど良さというのがあって気がしますね後に何か声優的なものでアイドルっていうのは90年代ぐらい現れるんですけどね椎名キルさんとかあの辺僕同世代ですけどねそういう流れの中で言ったらかなり最初期にそのオタク層2.5次元層みたいなところまあ飯島さん自体はそれで悩んでたみたいなお話も聞きますけどそこをつかめたのが。 まあ伊島真理さん林民名だったんではないかなというふうに思います。非常に根強い人気です。なぜ根強い人気かというとこれは理由ポイント三つあると思います。やっぱり一つはあアニメーションとして、えー、川森正二監督なんていうのがねえー、と撮っていたのはまあガンダムであったりさまざまなキャリア経験というのを慶応の学生の時代に積み重ねておりまして、まあこのインタビューの話はまた振り返りますけどインタビューをパリで撮ったことあるんですね。 川森監督2013年ジャパンエキスポだったわな、うん、でその時とかもお話聞いた中で言うとやっぱり学生時代にアルバイトで入って、うんまあ、富野義行監督とかその辺ですよね話聞いたことが大きかった環境にいたことが大きかったんじゃないかなっていうことを振り返ってくれてましたまあそして、えーまあ、そこはちょっと簡単にいくと 実際のところでいうとアニメというのが認知されるされないというところでいうと最初やっぱりアニメって消化型だったんですねこれ80年代の前半はみんな言えてたと思います、まあ、実際僕もそう感じてましたで後に何十年何,何百年多分愛されるものでしょうけど現時点では何十年っていうような商品価値作品価値があるというところが誰も気づかないね黎明期みたいな。 感じなんですかねそれがあったと思います、まあこれが一つ一つで2つ目で言うと重要なとこここかもしれないですねえっ、ー、と商品価値に気づいて二次創作というところが頻繁に行われるようになったのが僕リアルタイムで見てた気がしますまあ簡単に言うとコスプレですよねコスプレこれはねなんか 革命ですよね、ね今考えれば、ね、日本のハロウィンの渋谷での盛り上がりとかそういうのも含めてですけどこれコスプレイヤーが市民権を得たというところがとても大きいと思いますよ僕らの時代はねそ,そんなにねコスプレイヤーというのがイけてるジャンルじゃともすればなかった気がします少しこっそりでまあなかなかの人たちがなかなかの感じでみたいな これ以上言いませんでもその集まりの熱量はすごかったんで、まあ、楽しいですよね熱量高いところっていうのはこれは人間でよかったななのか動物全部そうなのか他の,に他の人間じゃねえや他の動物やってみないと分かんないけどでもまあまあその熱量というところが二次創作というのにはあるということこれが言いたかったんですねまあ先ほどライトノベルみたいなこともちょっと言ったけどあれですよ いやおおいとかも含めたこのネ、ね、なんつーのそういうのブックレット的なね調査的なもう僕そういうの最近あんまり携わってない気もしないでもないけどコミケ一体してないからね、えー、なんか売るの手伝ったりとかいろいろしたのを覚えてますねうんなあそういうのもいい思い出でしょう。 でこれがまあ二次創作伸びたというのが簡単に言うと2つ目重要ですね。であと3つ目最後ですね。えー、っともうおかげで30年マ、まあ、クロスもそうですけど30年以上のキャリアというか歴史があるわけで1回入ったら抜けらんないんだこれ。でちょうどこのまあハロプロもそうだけどちょっと忘れたかな今の見てたかなって頃に昔の聞いてきて。 ワインとかと言ってかかな、なんか今日このタイミングで開けたらおおいい味みたいなそ, <laughs> そういうのがあるんですよねでマクロス結構発酵型なんでねあの寝かしとくとどんどんなんか熟成肉みたいになってくるみたいなちょっと例え間違ってるかもしれないけどそういうところがありますで、えーとまあ、マクロスナイトというイベントはどういうことをしてるかというと そ,のえー、そして現在も続いているマクロスのヒストリー。まあ現在、サッカーさんとかでね、天神さんもそうですけど、とつやってらっしゃる方々なんていうのは、サッカーというか絵描きでごめんね、えー、やってらっしゃる方々というのは、えー、もちろんそのオリジナルからの愛情というところが十分にあり、そしてその後、をこれからを引き継いでいくみたいなちょっと熱いエナジーパッションみたいなのね、しっかりなんか でともすれば原作以上のこの表現力みたいなねそういうところに満ち溢れている状況でございます状況ではい、そしてそこをなんか我々もパーティーという形で継承していけたらなんていうねことをやってるような気がしてますよまあ大阪には大阪の味で東京でも開催してますけど東京には東京の何ていうか、うん、雰囲気というのがありますので。 まあそこでね、えー、と僕も、一杯やったり、話したり、音楽聴いたりなんてするのが楽しいんじゃないかな、楽しんでるから楽しいんじゃないかなと思ってやっております。まあ、手なわけでして、えー、2月の16日の13時からですね、これもマクロスナイト大阪マクナイなんていうので検索してくれたら、ツイッターでもインターネットでも出てくるんじゃないかなと思ってますんで、まあ、そこ見てくださいよ。 うん、この話またねアニメの話マクロスの話80年代の、ね、歌手の話それで現在のワルキューレとかねあとメインちゃんとか、まあ、部長なんて言われてますけどあと中島めぐみなんてね話していけたらいいのかなと思っておりますまあ国をチャンネルどこが一番届いてるのかななんていうの模索中でございます まあね、取って出しになっちゃってるからちょっと編集したりテロップ作ったりサムネトライしてみたけどどれぐらい効果あるのかなってのを見ながらやってきますんで引き続きよろしくお願いしますじゃあちょっともう準備して出かけちゃいます明日もしくは今夜またお届けしますんでお会いしましょうまたね